はい、どうもカパイン長です。さてと、じゃあ岸田総理がプーチン大統領に手回し持てず、まあ事実上まあこれ完全、まあまだ決着ついてはいないんですけども、完全敗北になりそうっていうね、これ何の話かって、このサハリン2ですよね。これニュースはご覧な、多分ねご覧になってもあなたもご存知だと思いますけども、まあこのサハリン2ですよね。このロシア企業にこの無償譲渡っていうこの大統領令がこのロシアで出るんですけども、まあこれはご存知の通り、この三井物産とか三菱商事グループなんかも出資している、そういうね、このロシアのこの極東サハリンでの石油とか天然ガスのこの採掘プロジェクトですよね。この運営会社で日本企業も出資するこのサハリンエナジーインベストメント社、これを、まあこの資産をね、ロシア企業に無償で引き渡すよう定める大統領に、サインしたと、伝えられてるんですけども、プーチン大統領がね。で、これはまあ、ロシアの国営ガス会社ガスプロムのほか、三井物産、三菱商事の各グループ企業が株主になってるんですよね。で、この大統領令って何かっていうと、このロシア政府が新たに有限会社を設立して、すべての権利を譲渡することを定めてるんですよ。で、まあ、プーチン政権はウクライナ侵略をめぐって、この対ロシア制裁を科す日本、あとこの欧米を非友好国に認定してましたよね。サハリン2をめぐってはこれまでも、ロシア下院議長らが日本企業などの権益を、ね、このロシア企業に引き渡すべきだ、まあ、そういうことを言ってたんですけど、まあ、いよいよそれを実行に移すと。さて、じゃあこういった、ね、ロシアの動きを日本はねどう受け取ったのかっていうと、まず岸田総理がね、一応格好としてはね、この激怒する、ね、遺憾だ、みたいな。でもね、この岸田総理なんて言ったかっていうと、これもう完全にやる気ないなって思うんですけども、いつも通りの岸田総理のリアクションです。ね、もう想像つくと思いますけども、契約内容の要求がどのようなものになるか、注視する。注視する注視する注視してどうするよ、ね、注視して、検討するっていう、そういう感じかな。まあ無理ですね、これはもう完全に無理だと思いますよ、言うこと聞かないと注視するぞみたいなチュッってそんな感じちょれえな日本政府、ね、岸田政権楽勝だな、ロシアからしても。注視してどうするよ。ね。ね。注視するかどうか、検討するかどうか、検討を始めただけみたいな。そういう状況です。徹底的に注視して、徹底的に検討するんですよね。まあ、ダメっすね。どうすることもできないですね、これはね。ちなみに、移管法、懸念法、中止法ってあったらね、どれが一番効果的なのかなやる気ね、相変わらず中止するだけか、ね、大激怒しても遺憾法しか打てないんですよ、ね、なんだろうな、だってこんなのロシアからしたらだからどうしたっていうだけですよね。へのつっぱりにもならないですよ、もう。ほんと。ね、検討するわ。注視するわ。だからもう徹底的に注視するからな。どうだ、怖いかって言われて、ロシアとしてはもうこんな、もう笑うしかないよね。で、まあこのサハリン2が、仮にですけども、この完全停止ならね、まあ、例えば天然ガスが、まあ、半月から3週間ぐらいで、枯渇するんじゃないかって、見られてるんですけども、まあ、それに対してこの岸田総理じゃなくて、この萩生田さん、ね、萩生田大臣は、今後さまざまな不測の事態に備えを取る必要があると。いやまあ、わかりますよ。ね、前提としてね、僕みたいなその辺のところにでもいる普通のおっさんがね、YouTube あたりでね、ギャンギャギャンギャ言う。ね、それは言いたい放題。なんとでも言えますよ。それはわかってるんですけども。わかってるんですけども。ね、例えば総理とかね、なんかじゃこの閣僚大臣、そういう立場にある人がね、
っかりね、うん、その軽率なこの発言、ね、態度を表明するわけにはいかない。それはわかるんですよ。わかるんですけども、総理は注視する。ね、経産大臣は備える。不測の事態に備えを取る必要があるって言ってるんですけど、頼りなくないですか。まあだから経済制裁していたつもりがいつの間にか経済制裁されそうになってるっていうね、そういう格好ですか。再エネとかさ、ね、再エネとか再エネとか再エネとか言ってる場合じゃないわけですよね。まあでもこれがある意味原発再稼働のね、直接のこのトリガーになったりする、かもわかんないですよね。で、この、まあ何年後かわかりませんが、ね、原子力潜水艦とね、この核ミサイル、核武装への、まあなんかそういうね、この、になったりするのかもわかんないですけどもね。なんか、萩生田さん、萩生田さんじゃなかったかな、何ヶ月か前かにこのアメリカに行ってなんかこの相談してたような気がするんですけどもね。ただね、これこの記事飛ばしてんの、これ嘘記事ですよね。だってね、枯渇するとは思えないんですけどもね、どこが書いてんだろうね。ロイターか。だってさね、この LNG ですよ。中東、オーストラリア、インドネシア、あと中国だったかな。これで9割以上だったと思うんで。だから、ロシアからの分ってせいぜい1割だったと思うんですけど、そこがなくなったとして、なんでこの半月とか3週間足らずで、ね、枯渇するのか、ちょっと意味がわかんないですよね。こういうなんかさ、ね、この経産省発信の嘘記事、これ処罰対象にするべきなんじゃないのかな。ね、せいぜいこの1割にも満たない 9% しかロシアに依存してないのにね、なんで枯渇するなんて、これ完全にミスリードですよね。全体のおよそ1割がね、なくなるだけでしょ、ね、枯渇するわけないじゃんね。で、他のところで輸入量を増やすだけの簡単なお仕事でしょ。なんか悪意を感じるよね、相変わらず。まあとりあえず僕個人的にはこれ原発再稼働のなんかこの理由にしてもらいたいですよね。だからまあ原発再稼働、まあ一緒にこの原子力規制委員会とかもさ、ね、ちょっとこの解体してほしいですよね。邪魔なんで。ね、だってコロコロ基準変え、難癖つける。そんなことしかやってないですからね。だからまあ、この原発再稼働、ね、原発回せばさ、ね、解決すること。ただこの資源高騰とか、このね、この電力不足とか。なんだったらこの円安にも対処できんじゃないですかね。原発さえ回してしまえば。まず原発回しましょう。ね。そのなんかこの理由にすればいいんですよ。ということで、今回は以上です。ありがとうございました。ではまたごきげんよう。